そんな、どうして。よし、終わり。討伐終了。いい経験になった。油断は禁物だったな。残念だ。敵も必死なのは同じです。お疲れ。いいぞ。なかなかの敵だったね。やられたか。終わり。力に慣れてよかった。ま、頑張ろうや。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？あたしよ、あたし。わからないの？可憐で優しいあんたの幼なじみ。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。あんたは相変わらずね。雰囲気ですぐにわかったわ。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。
突然呼び出したのに、初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だから、ありがとね。さあ、行くわよ。大会が始まるわ。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才、萱場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO、 仮想大規模オンラインゲームソードアートオンライン、略して SAO。 多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に萱場明彦はプレイヤー約1万人を SHP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから、プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン、SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲーム、ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まああまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっすごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張ってあたしのためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人、
もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は GGO トッププレイヤーの一人、イツキさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。の、スコードロンって、いわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。え？あちこちのスコードロンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？私の幼なじみなんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はイツキ。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に失礼。イツキさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。やるじゃない。敵発見。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。ヘイトが集まってきてるね。すごいすごい。援護してくれると助かる。どんな問題？うまいうまい。すごいすごい。軍配はこっちに上がったわけね。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから覚えておいてね。
その調子よ。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。いい感じね。軍配はこっちに上がったんだね。トレジャーボックスってトラップが仕掛けられてるのもあるのね。これは安全そうだし、開けちゃ。それじゃ階段を上がって先に進みましょう。よし。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。プレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。よっ。次なかなかいいアイテムね。おめでとう。当てる。よし。よし。あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるから、よく注意して行動した方がいいわよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてに。 GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。いつきさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。
正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負を君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったの。実に退屈極まりない。たまだから見逃すとでも言うんですか。まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっち。この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちがもちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ五木さん、私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる、僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。なんとか勝てたわね五木さん、これで文句はないでしょ。ああ、約束は守るよ。この先道が二つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕不自由が全くなくてね、この前も無冠の女王にレアアイテムを持っていかだから君たちが先に選ぶといい。大丈夫、後ろから撃ったりしないから。わかりました、あんたが好きな方を選んでいいわ。